平成28年8月31日、阿蘇市で夏目漱石来遊120年を記念して、熊本地震阿蘇復興祈願講演会が開かれました。まず午前中、阿蘇市内巻町内の夏目漱石ゆかりの場所を見て回るジオツアーが行われました。ジオツアーにはおよそ40人が参加。ジオガイドの案内で松尾芭蕉の句碑がある満徳寺や宗父館の歌碑、漱石が内巻温泉に宿泊した際最初に訪れたとされている妙行寺などを見て回りました。午後からは漱石が宿泊した三王閣で小説210日に見る阿蘇火山と俳句についての講演会が開かれました。阿蘇火山博物館顧問の須藤康明先生が漱石が見た阿蘇火山と題してスライドを使って講演。須藤先生は漱石が阿蘇山を訪れた時には火山活動が活発だったことが210日の小説に書かれていると話しました。また県立第二高校の尾形博明先生が210日と漱石俳句と題して講演を行いました。この講演会は夏目漱石が旧制第五高等学校に赴任する2年前に阿蘇で2度の大地震が発生、またその時期に中岳も大噴火していることから、自然災害に見舞われた阿蘇を夏目漱石の目を通して改めて見つめようと阿蘇ジオパークガイド協会が開いたものです。講演会にはおよそ70人が参加して、2人の先生の夏目漱石に関する話に熱心に耳を傾けていました。